提示される見込みです。もう少し長いかなっていう感じはしましたけどね。はい、さあ澤田が前を向く、藤田がついているが澤田がふわりと上げて追加点、ビファーレン長崎、愛媛の一瞬の隙を突いた。これはでかいよ長崎は。後半愛媛が押し込んでいたんですが隙を突いていきました。澤田2試合連続弾。いやね、澤田選手はまあ、こう前半からそうですけども、やはりね、ああいうワンチャンスを狙ってましたよね。うん、それがね、結果としてこう実を結んだっていうところはありますよね。はい、俺玉冷静にシュートを放っていきました澤田。白方さん、はい、今の得点シーンなんですが、高木監督ベンチに腰をかけたままですね、いつもより深めにガッツポーズをしていました。